それでは盛大な拍手でお迎えください。 HKT48 の皆さんです。お願いします。どうぞ。
とうございます。3年ぶりのね、忖度ということで、昨日は前夜さんにも出演させていただいて、今日こうしてね、こんな素敵なステージに立たせていただけてすごく嬉しいです。皆さん、ちょっと寒いですけど、まだまだいけますか？イエーイ！ありがとうございます。はじめましての、ね、方もいらっしゃると思うんですけど、 HKT48 と一緒に楽しい時間を過ごして行っていただけたら嬉しいなと思います。それでは早速ですが、次の曲に行きたいと思います。みんなにあげたいね、「
はい、本日は本当にありがとうございます。私たちも3年ぶりにこうして京うどん宅のステージに立つことができて本当に嬉しく思います。ここ数年は当たり前のことが当たり前でなくなったり難しくなったりすることが多かったと思うんですが、こうして少しずつ日常を取り戻していることが私たちもとても嬉しいです。あと少し完全な日常が戻るまで一緒に皆さん頑張っていきましょう。私たちもまた来年このどんたくのステージで皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。それでは最後の曲に行きたいと思います。それでは聴いてください。君とどこかへ行きたい。